純真サテライトです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介します。僕が純真サテライトのホコールと言いまして、こちらがこれからお休みの方もお目覚めの方も、そして偶然この場に来てしまったあなたも、ようこそごきげんよう。純真サテライトのネタの時間です。おお、いきなりどうした？ I say 純真、 You say サテライト、純真純真純サテ主義ってなんだ、純サテ主義ってなんだ、純サテ主義ってなんだ、正直私もわからない。後藤てる気やめて、17回連続落選するから。まあまあ、そうどんどんするなよ。いや、カッカするなよだろ。勝手に水色赤に変えるな。てかあなた誇るマーク2でしょ。誇ると誇るマーク2でやっていきますけども。ギャンブルやりてー。お、唐突が過ぎるな。え、ギャンブル？そうだよ、一食十ってあるだろ。俺の場合ギャ食十だから。いや、服を着ろ。ギャンブルは否定しないから、せめて服だけは着てくれ。全裸だと当たるんだよ。いや、クソ AV 企画か。何、パチンコでも打つの？ちげえよ、俺は公営ギャンブル専門のギャンブラーだから。え、何その依存症の肯定か。公営ギャンブル、なんか競馬とかボートレースとか。うん、今やってるのはサグラワッカ。え、あ、だからサグラワッカ。え、ごめん、何そのサグラワッカって。え、サグラワッカ知らないの？うん、20年近く言語使ってるけど初めて言った。嘘だろ。あれか、文字としてはよく見てるけど漢字読めてないとかじゃね。え、サグラワッカ漢字なの？どう書くのよ。コリン星の星に野草の矢に源。え、星の源じゃね。あ、それいいね。星の源の星とのと源。あ、漢字説明するときコンボ起きることないのよ。ごめん、知らないわサグラワッカ。サグラワッカ知らないのマジウケるんですけど。チョベリバー、エンガチョゲロゲロ。あ、ギャルの試作段階。こっから無駄な部分をそぎ落として、みちょぱとかゆうちゃみが出荷されたんだよねって。そんなことはどうでもいいよ。サグラワッカって何なんだよ。あのな、まず棒が12本立ってるんだよ。まあ簡単に言うと、それを倒していくっていう流れな。で、倒れた本数のポイントがもらえるのよ。で、もしも1本だけ倒れた場合、これが面白くて、その倒れた棒に書かれた点数がもらえるんだよ。あー、モルックだなそれ。え、それモルックって名前ついてるから。モルック？お前な、マイナースポーツならごまかせるとか思ってたんだろ。モルックがマイナースポーツだったのは5年前の話な。もう今や国内でも100万人の競技人口がいるから。あ、全然知らない。あー、そうか。まあそれは我々日本モルック協会の活動が足りないな。我々？まあ説明続けるね。で、この棒を何で倒すかっていう話だけど、離れた場所から木で作られたこれまた棒を投げて倒すのよ。で、この棒の名前がね、モルックっていうの。え、現行犯だよお前。もうモルックって言っちゃったもん。はあ、いやー、モルックってさ、最近勢いすごいじゃん。だからこれで一儲けできるかなって思って。まあ我々日本モルック協会も感知していないとこだったからな。いや、さっき一回スルーしたけど、我々って何よ。ああ、日本にモルック広めたの俺なんだ。え、そうなの？最大の敵は隣にいたってことか。まあこれに懲りたら公営ギャンブルを自作するのはやめるように。ってサグラワッカはモルックの何でかけるのよ。勝敗とかその回に取ったポイントとか。あ、モルックを投げた時にパンツが見えるか見えないか。いや、しょうもな。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。純真サテライトです。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。え、純真サテライトの出番はもう終わった？バカ野郎、そいつがルパンだ。どうもありがとうございました。